カムイの喋る角には福来たる。はい、こんにちは、カムイです。喋る角には福来たる。今日は2019年12月5日木曜日です。ね、今日はね、朝ちょっと、家内を駅まで送って行った時、9時過ぎだったですかね。その頃、7度ぐらいしかなかったんですけれども、さっきね、3時前に見た時には14度ぐらい。ですから、 結構ね、えー、温度は上がってますね。それにしてもね、14度ぐらいですので、ポカポカという陽気ではなく、まあ天気がいいなぐらいの感じですけどね。うん、空はね、えー、雲はありますけれども、晴れてます。ね、あのー、でね、体重なんですが、上、え、が、ー、いて、上がいて、上がいたけれども、また 100g 増えてました。 でもね、多分ですけど、多分ここら辺で上げ止まりじゃないかなと、ちょっと思ってるんですけどね。うーん。まあね。うん。これから今度下がっていくのをね、ちょっと期待しながらね。うん。でもね、冬はね、やっぱどうしてもね、何なんでしょう。生物学的なもんなんでしょうか。食欲がね、増す。ね。あとは、 食べたものを溜め込みたくなるみたいなね、体がね。夏場とね、同じものを同じように食べてもね、なんか冬の方がね、増加する傾向にあるような気がしますね。うん。やっぱ生物学的にその冬は食物が少ないので、できるだけ食欲を増やしていっぱい取るとかね。あとはその入ってきたものを溜め込もうとするみたいなね、 あの、遺伝子レベルでのね、ことなのかななんてね、ちょっと都合よく考えてます。はい。まあ、完全に言い訳ですけど、ものすごく都合よく考えると、そんなんだから仕方がねえかななんて思ってるんですけどね。でもね、やっぱね、ちょっとね、気をつけます。はい。でね、えー、今日の血圧は、上が 113, 下が 61, 脈拍65。これはね、至って正常な範囲だと思ってます。 でね、今日はね、さっきも言いましたけど、朝ね、9時前ぐらいに家内を駅まで送って行って、で、さっき帰ってきたので、それをお迎えに行ったんですけど、その間ね、本当に何にも予定がなくてね、うん。 いつもだったらね、娘が、とかね、えー、家内の用事とかね、なんか、なんか感化あるんですけど、本当になかったんでね。まあ、今日はね、とりあえずその、何にもしなくてもいいかと思ってね。うん。で、もう、その間、さっき迎えに行くまでの間、何時間だええー、9時から3時だから、10、11、12、12、3、うん、6時間ね。 うん。あのー、本当にね、何にも考えずにね、ぼーっとしてました。まあ、ぼーっとしてたっつったって、本当にぼーっとしてたわけじゃないですよ。ね、YouTube 見たり、バズビデオ見たり、あとは、えー、フール見たり、プライムビデオ見たり、ギャオ見たり、ね、そういうことはしてましたけど、何にもせずにね、一日、えー、書斎、書斎なんて、 手のいいもんじゃないですね。自分の平安でね、ずっと、見てました。うん。でね、まあ、これからはね、ちょっとこれ、投稿用にね、編集したりとか、投稿したりとかしなきゃいけないので、ちょっとやることあるんですけど、まあ、これはね、えー、もう今は、えー、ルーティーンになってますんでね、あの、ご飯食べたり、トイレ行ったりするのってね、同じ作業のようになってますんで、それはま、別問題としてね。うん。 とにかくね、あの、何もない日に何もしないというのもね、なんかね、たまにはこんな日があってもいいのかななんて思っちゃいましたね。まあ我々みたいにね、えー、40年以上ね、会社っていうかそういうところに、 勤めてるとどうしてもね。何時になったらとかね。何時になるまでにとかね。お昼にはご飯をちゃんと食べてとかね。あとはその土曜、日曜。まあ、土曜、日曜が休みじゃない。仕事の時もありましたけど、休みの時はああしてとかね。うん。そんなので過ごしてきたのでちょっとね。最初のうちは戸惑った部分もあったんですけど。でもそれちゃんと切り替えないとね。本当にぼーっとしてね。ぼーっとしたまんま。ーっと ちょっとしそうだったのでね、うん、自分でうまく切り替えようと思ってね、えー、ちょっとね、うん、考え方を変えてみたりしてます。で、今日の GG ドドイック行ってみたいと思います。今日の GG ドドイック。何もない日に何にもしない、こんな一日たまには良い。何もない日に何にもしない、こんな一日たまには良い。ね、えー、たまには本当に、えー、何もせずにね、 と過ごしてみるのはい、えー、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。えー、お目汚し、お耳汚しはいつものことですが、また明日もね、喋ってみたいと思いますので、えー、お時間ありましたら、よろしかったらお付き合いください。それではまたまた、バイバイ